インコースの平から高田、武田豊樹をまずは抑えました。浅い高田が一旦抑えます。さあ平からの方が下げてゆっくりとアウトコースから山川が上げるんでしょうか。まず前を切ったのが浅い高田、ゆっくりと6番山川も上げていますが、平から高田は7番で下げています。ペースは落ちていきます。浅いがかけるのか、あるいは中段から山川がかけるのか、平からが7番手、2センター第4コーナー、さあ後方を警戒しながら浅い高田がかけそうです。浅い高田のところは平から高田がかましていきました。それを見ました浅い高田がかけるのか、平から高田が外から叩きます。見えの2人、浅い高田と坂口高生、それを叩きました。関東2トップが叩きました。平から高田がやはり風を切りまして、武田豊樹は番手、3番手は斉藤としてラインが出ました。見えの2人は浅い高田と坂口高生、6番山川里は現在6番手アウト。3コーナーから2センター、先行は平から高田です。坂を切っているのが武田豊樹、そして9番は斉藤としても、4番手から渾身の追い込み、2番は浅い高田、さあ番手から武田豊樹と追い出した。武田豊樹、平から高田、斉藤としのぶ、ラインで決まっています。紀ノ国杯、これが3回目の優勝は武田豊樹、平からが欲で割り、水槽斉藤が3着通過でしょうか。浅井は4番で届きませんでした。逃げたのが7番平から高田、差を詰めた1番武田豊樹、そして平から粘ります、9番斉藤、1番7番9番紀ノ国杯の決勝戦です。なおこの実況はまだ決定ではありませんので、審判放送までお待ちください。11レースは紀ノ国杯決勝戦でした。